指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木伸之です、えー。昨日のね、えー、ブログ、愛国勢力衰退に始まった日本経済というね、これをちょっと解説したいと思います。右翼復活こそ日本再浮上の肯定に必要ということねうんちょ、これ順番で話していきますね。 あのー、小池知事がね、あのその東京の個別住宅の天井にソーラーパネル載せると、でまさにでカーボンニュートラルゼロ、まあ、カーボンニュートラルっていうのはさ、要は、排出量全体にしてゼロということだけど、排出量ね、二酸化炭素を出す排出量と、その吸収量を差し引いてゼロにしていくっていうことですよ。 でえー、そのために太陽光パネルを設置すると、えー、いうところがあのまずう都知事の考えで、ね、だけどさ、えー、よくよく考えてみるとお今日本はこの太陽光パネルの、えー、かつてはね、えー、上位10の中に何社も入ってたでも今いませんよ、まあ、個別住宅ではね日本おーメーカーもまあ 頑張ってるけれども、おじゃこれを応援するために小池都知事がやってるようには思えないしね、えー、ソーラーパネルじゃ圧倒的にチャイナ、メイドインチャイナですよ。中国メーカー。で、これに接見されていきますよね。で、まあ、この日本がね、こういうランキングからなくなったっていうのは、えー、企業ランキング、あの、きなみダウン。あの、電気自動車ね、 これもカーボンニュートラルの一つだけれども、電気自動車にしたって一位はテスラでしょそれから中国メーカーでしょ日本お自動車を日本が誇るエンジンね、えー。では日本は優秀だけれども、おこの電気自動車に関しては、海、えー、メーカーですよ、えー。戦闘集団にはいない。えー、で、これで、 えー、どうなっていくかというとね、うん、これが日本の国益に合致するならね鈴木は、えー、理解できるでも合致するように思えないんだな僕はあのカーボンニュートラルゼロっていうこの考え方自体ね国を挙げてやらなきゃいけないことなのかというと非常に疑問に抱いてるわけですだからあー小池都知事の 考えには全面的に反対、反対ですよ。でね、昨日書いた中で、とにかく、国民所得も、ブログではあのグラフ書いてあるけど、えー、もう先進国中最下位ですね。えー、先進国中最下位、えー。国民所得で言ったら、だって韓国にも負けちゃったしさ。 えー、2015年ぐらいでもう逆転されてんだねで米国とはもう全然、えー、給料で言ったらもうこうた、えー、2020年763万円平均で日本423万倍,倍とは言わないけれどもそれ近い差が出てる、うん、で、えー、幸福度ランキングっていうのもグラフ出しました、えー、幸福度ランキング えー、日本はもちろん G7 最下位です、最下位ね、OECD でも22位だったかな、えーまあ、このランキングの比較されるのもちょっと周り、やなんだけど、上には韓国がいて61位、日本62位ですよ、ね、幸福度、日本国民、幸福じゃねえんだよ、幸福じゃないよね、幸福な人もいるよ、いっぱい、えー、裕福な人たちは。 でも、貧困層1割ですからね、1200万人、えー、幸福じゃないよね。で、こういうね、えー、ところまで来て、いや、日本は、えー、落ちるとこまで落ちたんだと。あのー、落ちるとこまで落ちた、えー、そう言っていいのかなまだ転げ落ちんじゃないかなと。まだ落ちる途中じゃないかなって、えー、鈴木は考えてます。 えー、日本の指貯金もそうだけど、裕福なこれまで気づいてきたね、先人が気づいてきた、えー、資産を食いつぶされました。アメリカにもね、中国にも、韓国にも食いつぶされた、えー。日本国民も食ってったよ。先人たちのオンで、ここらで一年発起して、えー、まさにヤマト魂を奮い立たせなければね。 日本の将来はさらに落ちていく。日本列島がまさに日本人だけのものじゃなくなる。そういうふうに鈴木は考えています。大東亜戦争で敗戦してね、国民一丸となって、そして敗戦後19年でオリンピックを実現した日本が、今度はそのオリンピックを食い物にしてね、食い物にして、まさに 今世界に恥をさらしてるんですよ、えー、家族が幸せに暮らしてきた日本が、えー、いつの間にかその幸福度を下げてしまったあの若い人昨日も若い人がいる新年会行ったんですけどあの若い人が政治に興味ないまあそれどころじゃない忙しい仕事に夢中だ仕事したばっかりだしっていうのはあるかもしれないけど政治に 興味を持たないと政治こそね皆さんの生活に直結していくことなんですよだからこそ政治に興味を持っていただきたいそして30年間成長してこなかった日本平成の実をねこれ大変なことですよでその指導者を日本の有権者 国民の皆さんは支持してきてて支持してきたからこういう形になったんですけどいわゆる大東亜戦争の敗戦利得者ですよその子孫たちはねもうえこれは孫ですその人たちの政治国の指導を支持してきてしまったんだけれどもこれはどこかでメンバーチェンジしていかないとね 方向転換しないから本人たちはメンバーチェンジしていかないとダメですよ方向舵を切り直すっていうことねしないと、えー、ダメなわけですでね、えー、昨日ここで一つ問題提起したんだけれども日本のこの衰退の始まりはまさに右翼の衰退平成 元年の終わりの株式市場大暴落で平成2年の始まりの株式市場破壊式でも暴落その時はバブルの崩壊と気付かなくてもしばらくして崩壊と気づいてくるわけですねバブルが崩壊したでちょうどその頃アメリカはもう日本をジャパンアズナンバーワンからね えー、まさに敵視して日本経済叩き潰せと、えー、いうことをやってきた。で日本経済叩き潰すのに、えー、日本企業 M&A で飲み込んでいくこれ、えー、邪魔なのはあ意外と右翼だったんだね日本企業の周りに。で、えー、こいつらをお平成になってとにかく排除していこうということで、えー、右翼に対する資金源を 立ったっのが平成10年企業からの資金提供を日本の警察力を使って排除していった、えー、暴力団排除と同じ手口とは言わないけれども総会や、えー、事件に囲つけて右翼まで、えー、資金源を排除させていった、えー、これがバブル崩壊後から、えー、右翼や 愛国勢力が疎んじられてねまあ右翼側にも悪いところはたくさんあったわけだだけれどもそういうふうになっとと一緒にねやっぱり日本経済というのは確保してたあの例えば統一教会のことも語ってますけれども、えー、ブログでもね今年になって書いたけどあの最大のね えー、原因はつけ込ま、つけこまる、韓国人につけこまれる、隙を与えたってことですからね、どういうことかって言ったら、えー、食材意識、朝鮮半島になんか悪いことしたんだなと、ね、だから、えー、あなたの先祖が、えー、を救うために、魂を救うために、えー、100万円持ってきなさい、えー、両親で200万円持ってきなさい、その上のおご両親2人ずつ、 おじいちゃん、おばあちゃん、えー、合計600万円持ってきなさいこれでさ魂を救わなきゃいけないとかね、朝鮮半島に悪いことしたんだから、えー、その食材で、えー、金を貢ぐのは当たり前だとかね、そんなふうに、えー、思わされる。だから、だから、えーえー、あの、日本にいる統一会員のお日本人指導者の上に、上に100人以上のお日本にいるんだよ。 韓国人の統一協会の指導者がね、こいつらと捕まえてね、日本から叩き出さなきゃダメなの。えー、だけどこいつらに付けいる隙というのは、えー、まさに、えー、大東亜戦争で日本が悪いことをしたとね、悪いことをしたんじゃないんだよ、えー。朝鮮人は何もできなかった。日本と一緒に戦った朝鮮人もいたけども、中国人は何もしなかった。 えー、欧米列強の手下になった日本はアジア解放のために立ち上がって戦ったんだ、ね、こういう歴史を思い起こせばね、えー、朝鮮に対する贖罪意識なんていうのはぶち破れるんだね。でそれなくして、ねえー、統一教会を 小手先の法律でね、えー、統一協会、えー、抑えたつもりが、そんなの、第、う、二、ん、第三の文政名出てくんだよ。ね、えー。日本の側の、その主たる原因、付け込まれる隙というのを解決しなきゃいけない。だけど、こういうことというのは、実は、あの、今の日本人があ、やっぱり失ってることだからね、戦後一貫して。 まだ、えー、戦後復興期は戦って生き残った人たちがいるから、えー、何くそという気持ちでね、えー、やってきたけれどもだけれども、えー、この食材式戦後教育が完全に浸透してしまったらね、えー、まさに、えー、日本が、えー、日本で亡くなりかけたから、えー、こんな事態になってしかも の右翼を排除して愛国心を奮い立たそうにもその愛国心がなくなるような、えー、事態になってきた。だからあ、本来であればね、国を守るとか愛国心というのは、えー、愛国者は異形の念を持って、えー、見られなきゃいけないのにさ、えー、そうじゃないんだよね。疎、えー、んじられるわけだよ、えー。そういう,う歴史的な 背景があるだから、えー、カーボンニュートラルあの世界のために世界の環境のために、えー、地球温暖化の阻止するために、ね、世界人類のために日本は滅びてたまるかっつうんだよねそ、えー、んなもんクソくらいだ知らないようなことはそれよりもさ、ね、恵まれない国を助けろと、えー、助けますよ日本に必要な国ならね 必要じゃない国は助けない。えー、そんな余裕ない、えー、そこまでお人とよしにもなれない。えー、そういうふうにね、えー、国を変えて、えー、海外に行って金をばらまいてくるう首相じゃしょうがないでしょ、えー。そんな外務大臣いらないでしょ。それよりも、もこれから今年はリセッション来ますからね、景気交代来るんだから、えー、日本国民をね、えー、救わなきゃいけない。 少子化の対策のために、え、5000円ずつ配りますとかさ、ねえ、えー、小池さんも、それから国の方も、その財源で、えー、東京都は財源あるらしいけど、国の方は消費増税っていうのを観測機器をアドバル上げて、一生懸命国民に納得させようとして、え、5000円もらったからって子供産むかっつうんだよ。え、本んはそこじゃないだろうっていうの。 あ全くね、えー、今の政治家のやってくることは兵、票欲しさ、国の行くじゃないよね、えー、また国民の側もみんなで、えー、日本という国をゆすりたかりじゃないけど、たかってたらね、えー、国なんてなくなって滅びますよ、あの愛国心、そして右翼の台頭。 ここれが今の日本に大切な必要なことですよ平成になって右翼、えー、愛国勢力が衰退してね、えー、それとともに日本経済も衰退してたアメリカにやられたんだよね、えー、右翼もやられた反共の道具として戦後右翼を利用した、えー、左翼国内、えー、革命前夜と言われた左翼の台頭に対して右翼をぶつけてそしてて、えー 右翼に資金を与えてね、えー、アメリカが日本をコントロールしてきただけれどもさ悔しいけれどもソ連崩壊で、えー、平成になってね、えー、今度はその右翼が、えー、日本企業の周りにいて、えー、こいつら邪魔だから追、えー、っ払って右翼を潰しにかかっただけれども日本人の愛国心はそんなもんじゃねえからね 日本人の愛国心はそんなもんじゃ消えないそしてこれから令和の時代には新しい,、ね、新しい愛国勢力のスタイルをね鈴木が作りたいそのために若い人たちの知恵を貸していただきたい生かしていただきたい日本国民党に集まってきた今若いねそれこそ天才たちが集まってきてで 彼らにまたもっともっと集まってきてほしい、えー。若い発想でね、竹島の日をぶち立ちたんだって、あれは若者の発想でも、ね、やったのは鈴木だけどね、えー、採用するなはあの、鈴木が採用して、えー、やっていきますから、また若者で俺がやるっていうものがいたらね、えー、やってほしい。新しい時代の愛国団体を、 作ってスタイルを確立してそして中国にもアメリカにもえ韓国、北朝鮮ロシアふざけるなとで日本国民を守る生活を守るそして日本をね今、加工してんですから今年景気後退を起きてもっと加工しますよこの加工したのを再浮上させるこのままいっぱい作る日本国民増やすそして安心して増やせられる。 希望っていうのは雇用ですからね。希望は雇用ですよ。えー、日本が新しい技術を開発してね、先進技術立国として、えー、何がインバウンドだってい、ね、観光立国なんかで、えー、やっていけるか、先進国維持できるか、そうじゃないでしょう。えー、最新技術ですよお。日本が作って、牽引して、えー、そして、 えー、先進国としてね、えー、世界に貢献、貢献するということはそういうことでは金ばらまくことじゃないんだよ。えー、そして、えー、アジアを守っていくというのが日本の使命、国民をその前に守んなきゃな今のこの窮地な時、今こう、窮地の立たされている日本をいかにして守るかということをお鈴木は考えております。まあ、あの これから朝の行き立ち、それから月曜日夕方の金町街線、えー、やっていく中でね、えー、葛飾区の,あのわいせつ中学校教員の問題も取り上げるし、えー、また、えー、保育園跡地のアスベスト除去の問題も取り上げますけれども、葛飾の問題は僕の地元の問題ですから、それもやっていく。えーそして えー、ソーラーパネル、上海電力ね、えー、この問題にも取り組んでまいります。えー、とにかくう、よく愛国勢力の台頭、そこに若者が集まってほしいんだ、えー。その若者の力でね、日本を変えていく。新しいスタイル考えましょうよ。新しいスタイルで、新しい発想で、企画とアイディアで、えー、まさに運動を発明して、えー、やっていく。 そのことをね、鈴木は訴えたいんですね、愛国勢力の台頭なくしてね、日本の復活はないんだと。